割と質問箱からこんな質問来ましたけども、なんかこれあれだな、すごい変だな、なんだろう、コントで使うズラみたいな感じやけど、ごめん、まあそれ置いといて、すいません、なんか質問箱から質問もらったんですけど、だいぶ日数が経ってしまって、お待たせして申し訳ないですけども、これちょっとあれなんだよな、この質問読みにくいんだよな。まあ、文字で見ていただいた方がいいと思いますが、フランス語を学習しているものです。オンやオンの発音はなぜアンと教科書では説明されているのでしょうか。耳で聞くとオンだと思うのですが、音声学の観点で何か決まりがあるのでしょうか。ご回答いただけると嬉しいですという質問で、フランス語の発音に関する質問なんですけども、僕自身、フランス語の教科書を書いたことがあります。特に大学1年生向け、初めてフランス語を学ぶ人向けに1年生向けの教科書を書いたことがあります。そして、その教科書や他の教科書を使って1年生に対して、フランス語をゼロから教えたことがあります。その時には発音も教えたことがあります。その時に、このスペルはこうやって読むよっていうことを説明するときに、カタカナでアンとかオンって書いたことは基本的にないです。ごく一部あります。それでも支障をきたさないものについては書いたことがありますけれども、基本的に僕自身は説明としてフランス語の発音を理解しようとする、覚えようとする、それができるようにするためには、カタカナを使わない方が良いという僕は立場なんですね。要するに教え方としてこれが唯一の正解っていうものがないっていうのも僕の中の一つの前提なので、まあもしかしたらそのカタカナを使ってうまくやれる方法があるかもしれないけれど、僕はそうはしていないっていうことですね。で、僕がカタカナを使わない理由というのは、カタカナというのは日本語の音を表すための文字であるから、カタカナ化することによって、カタカナを使って表現することによって、フランス語のスペルの音が、フランス語の単語の音、発音が日本語の発音体系っていうのかな、日本語の発音の仕組みの中で処理されてしまって、もはやフランス語の発音ではなくなるっていうところが、まあ一番ですよね。まあ、ちょっと違う言い方をすると、フランス語にはない発音を無理やり日本語にある発音に近づけようとするので、なんて言うんだろうな、実際のフランス語とは違う音になっちゃうよねと。でもこれは結構なんて言うんでしょうね、日本の歴史というか日本語の歴史においてはよくあることですよね。例えば卵と牛乳と砂糖とかで作るお菓子のことを日本語ではプリンと言ってリを当てはめますけど、あれ本来はプディングじゃないですか。プディングじゃないですか。まあ、これなんか典型的な例だと思うんですよね。で、まあ、日本語として考えるならばいいと思いますよ。つまり、もともとの言葉が何ていう発音であったりとか、どういうスペルであるとかっていうのを全部置いといて、日本語ではお菓子をプディンと言うんだ、というふうにしても、これ日本語やと、いうふうに割り切れば良いけれど、今回の質問に関してはそういう問題ではないので、基本的には僕はカタカナでは書かない方が良いと思います。そしてまあ100歩っていうか、僕の中では1万歩ぐらい譲って、このスペルについて、カタカナでまあ書くとしたらアンではなくてオンだと思いますけれども、しかもカタカナでオンっていう2文字で書いたとしても、これをオンっていうふうに1音で読むのが良いと思いますけどね。ただそのカタカナで書いてしまった時に、それをさ、オンじゃなくてオンって読めるかっていうと、それ読めないんちゃうかな。だからそういう意味ではアンよりはオンに近いけれど、それもちょっと僕の中ではちょっとでかなりの抵抗があります。音声学の観点で何か決まりがありますか。ないですね。まあないです。強いて言えば、もしかするとですよ、もしかするとかつてはアンみたいな音で書いていたケースが多かったってこともあるかもしれません。日本におけるフランス語教育の歴史というのかな、の中ではそういうことが多かったかもしれません。で、ちょっと話を全く変えますけれども、例えば日本でなんだろうな、すごい商品としてなんか良さそうなものがあったとするじゃないですか。ちょっとたまたまここにこんなもんありますね。なんでここにこれがあるかっていうと、あとで作られるかもしれませんけど、オンライン飲み会をやったからなんですけども、例えばこういうもんあったとするんじゃん。でこれがすごい美味しかったとするんじゃん。でそれを誰かに喋るときに、いいじゃんっていう日本語と、ええやんって言ったときに、基本的に言いたいことは同じじゃないですか。プラス評価じゃないですか。
違いがあるとすると、ええやんって言うと、あ、関西の人かなっていうふうに思うやん。思うやんっていうか、思うじゃん。思うじゃん。そういうさ、その地域差みたいなものによって、音が違うっていうのは日本語の中でも起こるわけですよ。例えば、北海道と、沖縄とで、日本語の母音の体系が微妙に違ったりするのね。そうすると、同じ日本語っていうグループに属している人の中にも、発音の違いっていうのがある。発音の違いがあっても、まあ、大部分に関しては通じるってことになるわけですね。で、これはフランス語でも同じことで、同じフランス語という言語を話しているとされる人であっても、発音が違うことって起こりうるんですよ。だから、この人が質問してきているスペルの音を、アンって読むネイティブはいます。はっきり言って。だから、なんていうの、発音記号的に言えば、アンサンブルみたいな、アンサンブルみたいな読み方をするとされているものでも、アンサンブルっていう人いますよ、ネイティブでも。だから、一概に、こうだと思うのですがっていうのも、実は、それは、いわゆる標準、しかも標準っていうのは基本的には人工的に作られているものなので、標準とされる音であるけれども、仮に、アンサンブルって言っても、まあ、通じるわけですよね。あるいは、例えば、フランスの首都の街の名前を、パリではなくて、パリみたいに巻く人もいるわけね。ネイティブでも。だから、なんて言うんだろうな。音には、なるべくこう、なんて言うんだろうな。専門用語使わないで言うと、音にはね、誤差があるんです。同じ音って考えられているものにも誤差が結構あって、通じる範囲であれば、その誤差はね、許容されるんですよね。だから、これを、アンサンブルとか、子供のこと、オンフォンではなくて、アンファンって言ったとしても、通じるんですよ。通じるし、そういう人もね、珍しくないんですよね。だから、そういう誤差であったりっていう部分も、少し頭の中に入れとくといいかもしれないですね。この先、例えばネイティブの人であるとか、特に留学した場合ですね、ヨーロッパとか、他のフランス語圏に行った時に、この微母音と言われる音を、アンって発音する人いますよ。うん。それもちょっとね、知っといてもいいんじゃないかなと思いました。うん。なんかちょっとごめん、質問にお答えできたかわからないですけれども、まあそんな風に思います。ほんじゃまた。